手段というのはいっぱいあります。まあ、僕が個別コンサートをお伝えしているのはインターネットを使ったビジネスですね。まあ、海外移住希望の方がメルマガ読者さんに多いので、その方向けに情報発信をずっと続けています。海外移住をされたいということなんですけれども、この方はですね、在宅ワークで安全で確実に稼げるもの、確実に稼げる仕事を教えてくださいと。あと、確実に稼げるアプリっていうものを知りたいことなんですよね。あと、主婦におすすめの在宅ワーク。まあ、主婦におすすめはコツコツ続けられるのが主婦の方なんですよね。主婦の方って僕も外注さんとして依頼することが多いんですけども、というのはやっぱ学生さんとかサラリーマンの方よりもですね、ちゃんとやる目的は明確ですよね。子育てとか、あと家計を支えるために重要だとか、まあ、あと女性ならではの、そのしっかりしたですね、その責任感もあったりとかというところで主婦はいいんですけども、主婦の方はですね、ぜひライティングとかを学ばれるといいかなと思います。あとは、まあ、ライティングが難しければ、こう YouTube で短編のですね、動画の出し方というのを僕個別コンサルで教えています。あと、確実に稼げるアプリというのはちょっとまた調べてフィードバックさせていただきますので、まあ、アプリというのがちょっとどういうものを言っているのかなというのが分からないので、確実に稼げる仕事、まあ、情報発信とか